夜8時からディズニーチャンネルで。この後のマジカルワールドオブディズニーは、パリ一番のレストランになれる。ルブネなネズミと見習いシェフが作る奇跡の味、エミーの美味しいレストラン。この後すぐ。ワールドオブディズニー。破産じゃ。破産？待って。諦めるのは早い。エーサマジカの博物館を救うため、伝説の石像を見つけ出せ。これで博物館も一躍有名。でもそんなバカな、巨大なんじゃないの。見つけたのは小さな石像と、あ、猿か。小さな猿。お手柄じゃやってくれると思ったよ。大きな石像と勘違いされ、町は大騒ぎ。記者会見をやるんじゃ君のな。真実を告げられず大ピンチ。おまけに猿も大暴れ。行事が君の悩みを解決してくれたんだよ。小さな猿の大きな計画スタート。いいぞジョージ。果たして博物館の危機は救えるのか。ジョージ。お猿のジョージ、9月18日夜8時、マジカルワールドオブディズニーで。仲良しのクリストファー・ロビンがどこかに行っちゃった。それじゃみんなで探しに行かなくちゃ。フィオレット熊野プーさん、クリストファー・ロビンを探せ。この後すぐ。